君のことが大大大大大好きな100人の彼女、百科のラジオ。皆さんこんにちは、花園はかり役の本土楓です。皆さんこんにちは、インダカラネ役の富田美優です。この番組はテレビアニメ君のことが大大大大大好きな100人の彼女、略して百科なの、ここでしか聞けないトークを時にはゲストさんをお招きしながらお届けしていくラジオ番組です。はい、みゆ今回で第20回だぞ。キリがいいよ。しかも今日は久々の2人回。本当にね、だからメッセージをいっぱい読む回になりそうですね。嬉しいです、皆さんとのやり取りができそうでございますね。しかも世間はもうハロウィンですか。10月25、わー、ハロウィンは31、もう来週じゃん。ひえ、みんなどうするんですか。え、仮装とかはしないけど、お菓子配ってる毎年現場で。かわいいお菓子配るの。そう、ハロウィンとバレンタインはなんか有無を言わさず現場にお菓子を持ってって、どうぞってできる日。素敵じゃん、その現場行きたいな。ちょっと場所と時間教えてくださいね。オッケー言わなくて行っちゃおう。いいか、ダメダメそうね、皆さんそんな時期ですけれども楽しんでいただきたいね。なんか今回のラジオ無性に久々な気がしちゃうんですよね。いや、そうなの。でも実際収録的にはちょっと久々な、なんか多分そうなんですよね。まあうちうちの話になっちゃいますけど、まあまあね、結構間空いてはいるから。そうなのよ。だし、なんか前回の収録の時はさ、半袖着てたのに、うわー、もうなんかお互い上着着てるよね。そうだよ、今日とかもう秋だよ、急に。超秋ね。大丈夫ですか。風邪ひかないでね、みんな。本当にね、結構寒いんだから。ギュンって寒くなったからね。ギュンギュンってね、百科のちょっと違う方のギュン、違うギュンだけど下がりましたから気温が。本当にね、気をつけましょうね。気をつけような。じゃあちょっとここで普通と読ませてください。はいはい、ラジオネームハンドレさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。本土さん、富田さん、こんにちは。こんにちは。最近は気温が少しずつ下がってきていますので同じこと言ってる。ごめんごめん、同じこと言っちゃった皆さんも風邪などひかぬよう体調に気をつけて健康第一でお過ごしください。これからも元気に百科の応援していきたいので、お二人が実践している健康法などがあれば教えてください。なるほどね、いい話。これはでも逆に知りたい。いや、知りたいみんなどうしてるのか、みんなスタッフさんの知りたいぐらいですけど、はい、はい、どうぞ。今度は、まあ、手洗いうがいは頑張るじゃん。それ前提、あとはあの鼻うがい聞くって言う、よね、皆さん鼻うがいはしていらっしゃいますか。してない。なんか CM でたまにあるかな、なんかほんとなんかあるんですよね、生理食塩水みたいな感じのものを鼻の片方にキーって入れて反対側から出したり口から出したり、なんかそれがすごくいい。聞くって言う、言うから。でもね、やっぱ元気な時って手を抜いちゃうんだよね。そうそう、だしなんか風邪以外にもさ、花粉とかもさ、鼻うがいめっちゃいいって聞く。言う言う言うかな。それ結構実践しようとしてる。しようとしてる。してはな、怪しくなった時にしちゃうんだけど、理想は毎日ちゃんとすること。いや、そうね、本当はね。いや、やります。やります。偉い。やります。偉すぎ。みはみは、まあ私このラジオ体調不良で数回飛ばしちゃってるからなしょうがないよ。ちょっと言えたぎりではないのだが。いいよ、でも教えて。でもなんか、体力、体力じゃない、体温をなんか1度上げるだけでも免疫すごい上がるって、なんか聞いたことある。そう、聞いたことあるから、なんか申し訳程度に朝白湯飲んでる。えらいえらい。そうそうだよね、やっぱ冷えは大敵って言うけどさ、そうそうそう、免疫上がるんだってね。あと湯船に浸かるだね。はぁ、あ、湯船浸かろ、みんな湯船。はい、浸かります。浸からない派ですか、毎日。お風呂苦手でね。わー、シャワー派。シャワー派だけど、いや、いいって聞くから、やっぱ体調怪しい時は入るんだけど、それを毎日にします。はい、今日入ります。バスボールとか買うと楽しいよ。そうだ、ミュウと以前そんな話をしました。そう、なんか私がインスタに、とあるマスコットが欲しいあまりにバスボール買ったみたいなのをストーリーズで載ってたら、絵でから LINE が来た。そう、スクショして、これ可愛いですね、可愛いですね、どこで買ってるんですかこれです。ただのファン、なんかそういうなんかお風呂ちょっと楽しみになるね、何かを買ったら。それいいかもね、入るかもしれないね。はい、皆さんもぜひ気をつけてくださいね。お気をつけてください。じゃあ続いてもう一ついきましょう。ラジオネームみーさんからいただきました。ありがとうございます。いつも楽しく拝聴しています。どう、
レンタローファミリーのように仲睦まじい皆様のお話を聞くとで元気が出てきます。どうか100人目の彼女がアニメで出るその時まで百科のラジオを続けてください。頑張るのじゃ。PPS、はい、コーナーが違うとは重々承知ですが、うん、キュンエピソードを共有させてください。いつでもいいよ。幼なじみ同性の付き添いで病院に行ったのですが、うん、相手が大学から直接向かうということで、うん、マスクを2つ用意して合流しました、うん、マスクいる？と聞きましたが、幼なじみは自前のマスクを持っていたので出番はありませんでした、うんうん、しかし帰り道、うん、実はお前の分のマスク用意してたんだよねと言われてギュンとしました。自分を思いやってくれている気持ちがキュンキュン伝わりましたとのことです。でもみーさんもじゃんね。だからみーさんのその同性の友達も、うん、ギュンってしてたかもよ。なった可能性あるよ。マスクいる、うん、ギュンギュン、僕私の分まで。そう、え、何この2人、何いいじゃん、ちょっと似た者同士じゃん。のろけかいな。のろけだね、うん、あれにね素敵、気が回るんだね。ほっこりしちゃった。いいね、いい話でございました、うん、素敵です。ありがとう、本当ありがとうございます。さあこんな感じでやっておりますけれども、引き続き百科のラジオでは皆さんからのメッセージを大募集しています、うん、はい、メッセージは応募フォームから、もしくはメールアドレスラジオアンダーバー百科のアットマーク響きハイフンラジオ .jp、 ラジオアンダーバー百科のアットマーク響きハイフンラジオ .jp 宛てに、ラジオネーム、コーナー名とともにお送りください、うん、X はハッシュタグラジオ百科のをつけて投稿してください。ういメッセージが読まれた方全員に、うん、百科のラジオの番組オリジナルロゴステッカーをプレゼントしちゃいますので、うん、たくさんのメッセージをお待ちしていま す。さあでは今日もこの曲からスタートしましょう、うん、アニメ百科の第一期オープニングテーマ、大好きな君へ。大好きなほど大好きなほど大好きなほど止まらない、わがままなこの気持ち、君は私のせい、でございまして、私の家族を紹介させていただいてもよろしいでしょうか。ここからはという次第でございまして、私の家族を紹介させていただいてもよろしいでしょうかです。うん、百科のの魅力の一つといえば、レンタローファミリーの絆、うん、家族の絆の強さを百科のらしく面白さで自慢しようというコーナーです。はい、要するに愛すべき家族の面白エピを披露し合うというコーナーでございます、うん、いつもはやっぱ家族の数だけ、うん、エピソードがあって、ね、ありますから、すごいんだから、じゃあまずはこの方、はい、ラジオネーム、くまとめんふくろさんからです。かわいい、ありがとうございます。ありがとうございます。
本田さんとみてさん、こんにちは。こんにちは。僕の妻を紹介させてください。いいじゃないですか。僕と妻は一目惚れで出会ってから交際2年の後、今年で結婚10年目に突入しましたが、まだ新婚のように仲良しです。すごい、すごいじゃん。すごいな。何なの。そんな妻と僕は結婚5年目の時にお互いピアスホールを送り合い、お揃いのピアスをつけてお祝いしましたが、今年の10年目は何をしようか迷っています。ほうほう。記念日は11月でまだ時間はあるのですが、何かいい案があったら一緒に考えてください、このことです。なるほど。ごめん、もうすぐですね、11月もう来週来週だね。うえすごいね、一目惚れでしかも出会ってね、漫画みたいだな。すごいね、ピアスホールってあれよね、ピアスの穴を開けるってことかな、じゃないかな、ね、せーのガシャンってことよね、おー素敵、10年目でしょ。でも10年ともなるともうさ、玉切れじゃない、だいぶもうなんか出し尽くしちゃってるな。だってこんなに新婚のようだったらさ、ね、毎年毎年何かはあるでしょうしさ、10年って何が、逆に何やってないんだろう、何やすごい腕時計、すごい車、すごい家、小学生みたいな、すごい家、すごい家、なんだろうな、10年ってすごすぎるよな。いや、ピアスホールが5年でしょ、やめとこう。何言おうとしたの今。いや、ピアスにもいろんな場所あるなと思って。まあそうだね、まあいっか。ちょっと後で聞くわ。あとにしようね。後にしようね。じゃあもう一個ピアスホールをクリアを。あーいいね。無責任。みゆみゆおすすめのピアス、お耳のピアスの位置は？でも、自分たちでガッチャンするなら、耳たぶがいいと思います。やっぱ耳たぶか。いいね。多分まだ一個ずつだったらね、余白ありそうだし、耳たぶにも。さすがです。じゃあもう一個つけちゃいましょう。ベストアンサー。ベストアンサー。ベストアンサー。おめでとう。お幸せにね。本当にね。じゃあ続いて、はい、ラジオネームマサキングさんからいただきました。ありがとうございます。本田さん、富田さん、こんちゃ。こんちゃ。こんちゃ。いつもラジオを聞かせてもらってます。ありがとう。何週かしてます。どうも。ありがとうございます。ここから本題なのですが、僕が紹介したい家族は僕の父です。ほほう。あれは僕が高校 2,3 年生の頃の話です。夜中の3時頃、父がふと目を覚ますと、体が動かないと金縛りにあったみたいです。父は冷静に周りを見渡すと、自分の顔のすぐ横に女性の顔が。父は焦り、渾身の力を振り絞って奇声とともに霊を殴ったそうです。爆笑。爆笑って書いてある。当時自慢げに家族に話していた父が面白すぎて今でも印象に残っています。横で寝ていた母曰く、いや、あれはただのた打ち回っていただけやねとのことで、さらに大爆笑。お母さん冷静だな。普段落ち着いている父のお茶目な体験談でした、わらとのことです。あ、普段落ち着いてるお父さんなんだ。ギャップだね。それめっちゃいいね。笑っちゃうね。わたわたしちゃったんだろうな。すごい良かった、お母さんがあのね、パンチされる側じゃなくて、いやー、良かった良かったね、本当にのた打ち回ってただけだけ。金縛りね。ある、金縛り。金縛りってこれかもっていうのはあったけど、大人になってから、でもそれが夢なのかも分からなかったの。いや、なんかそうだよね、私も金縛りあるけど、現実夢みたいな、なんかむにゃむにゃ眠いな、って思ってる時に、なんかね、動かない気がする、怖い怖い、なんか霊いそう、いる気がする、いるみたいな、そうそうそう、なんかすごい思い込みの強い感じかな、私は、きっと。そうだよね。明確になんかいたことはないけど。私もないな。不思議だよね、あれってね。ねえ。でももう自分の顔のすぐ横に女性の顔が、これ本当お母さんじゃないんですもんね。ってことだよね。そう、お父さん曰くね。曰くね。別の誰かがいたんだろうね。怖すぎるな、これ。怖すぎ。でもね、落ち着いてるお父さんだから爆笑ってことで。いや、お茶目ですね。お茶目だった。可愛らしい。めちゃめちゃいいエピソードです。ありがとうございます。ほっこり。じゃあ続きまして、はいはい、ラジオネームナオラさんからです。ありがとうございます。本田さん、富田さん、こんにちは。こんにちは。私の家ではカメを飼っているのですが、行動が人間すぎます、寝ている時に大好物のバナナを置くと、一瞬で目を覚まし即座に食いつき、ペロリと完食します。かわいい。逆にご飯が欲しい時はお皿をじっと見て待っています。カメは寝る時に首を引っ込め
て寝るのですが、うん、うちの亀は首を引っ込めるどころか首を伸ばしたまま寝ています、うん、それを家族全員で見て、これじゃ野生では生きられないなと笑顔で話してます、うん、いつも一緒にいて毎日が本当に楽しいです。かわいい。もう動物エピはいくらあってもいいですから。マジで最高だよ。でもすごいっすね、亀が首を引っ込ませずに寝るって。だから相当もう安心しきってるってことだよね。愛されてるのが伝わっとるよ。伝わってくるよ。バナナも食べ。かわいい。かわいい。お皿を見るんだ。お腹すいたな。ねえ、かわいい。バナナ欲しいな。かわいい。亀ってそんな風に、なんて言うんだろう。ほんと人間、ね、なんかワンちゃんとか猫ちゃんに近いものを感じました。うん、ね、うん。なんかあんま表情豊かなイメージなかったんですけど、亀って。うん。かわいいね、これ。すごい。かわいいね、たまにね道にさ、うん、カメいるよね。いるいるいる。野生じゃなくて飼われているカメ、うんうん、かわいいよね。いるよね、うん、あれいいよね。いい。ほっこり。カメ好きです。頑張って生きてるって感じがする。本当にね、うん、ありがとうございます。お幸せに。お幸せに、いっぱい食べるんだぞカメ。そうだよ、バナナを食べ、うん、いっぱい食べてね、続いてはラジオネーム百花の箱押し勢さんからです。ありがとうございます。という次第でございまして、私の弟を紹介させていただいてよろしいでしょうか。いいよ、私の弟は今中学2年生なのですが、うん、現在進行形で中二病を患っています。親の前では決して言わないけど、うん、漫画のかっこいいセリフを真似して口に出したりして私に構ってくるのですが、最近なんとそれを親に聞かれてしまったのです。しんどい。その時の弟が顔をあからめた姿に大爆笑していました。私にもこんな時期があったかなと思うと感慨深かったですね、うん、ちなみにその後もまた懲りずに私にかっこいいセリフを言って突っかかってきてます。すごい可愛くて今胸があったかいんだけど、しかもちゃんと中学2年生、うん、発症してるんだね。そうそう、すごいね、中二病って、うん、本当にやっぱその時期なんだ。かわいいな。何、どう突っかかってくるんだろうこれ。なんか右腕がうずくぜ姉ちゃんみたいな、そういうこと。右目がみたいな。右目がうずくぜ姉ちゃんどういうこと。めっちゃ可愛いんだけど。かわいい。でもなんか中二病にもさ、うん、なんかいろんなパターンあると思ってて、うんうんうん、私この子はもう王道に技名とかを言っちゃタイプなんだろうね。そうだね、うん、漫画のかっこいいセリフって言ってるから、うんうん、お互いさ弟いるじゃない、うん、お姉ちゃんじゃん、うん、自分含めてさ中二病とかどうだった。言えることがあれば、中二病。中二病かは分かんないけど、うん、なんかやっぱ自分で漫画描いたりとか、なんか物語生み出してはいたよ。やっぱやるよね。やるよね。すごい握手した。気持ち握手した。やるよね、うん、やった。そのタイプだった。私も先生だったから、うんうん、あ、先生だったから。何作か書いてたの。はい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 、はい、漫画と小説と夢小説、うんうん、え、夢小説を書いていたタイプの人だ、はい、先生、楓先生。楓先生、うん、楓先生切り板とかちゃんとやってたタイプだからみんな知らないでしょ。今の子わかんないじゃない。わかんない。わかる人。わかる人。嬉しい、めっちゃ嬉しい。今の子ってなんかそういう小説何で書くんだろうね、うん、何で書いてんだろうね。ね、大丈夫かな、書かなくて。いや、そうだから、どこで消化してるんだろうねそれを。ね、フォレストページとか、うん、そういうの、占いスクールとか、ね、そうそう、キャキャキャねえ、ねえ、うわあったね。あったあった。だからね、皆さん身内とかがさ、こうやっていろいろ発症していくと思うんですけど、いろんなことがね、うん、優しい目で、あったかい目で見守るんだよ。本当だよ、うん、いや、いい家族だよ。いい家族だね、いいね、いいね、はい、さあ、じゃあ続いては、はい、ラジオネームまったり太郎さんからいただきました。ありがとうございます。富田さん、本田さん、はじめまして。はじめまして、私には今年から高校生になった甥っ子、かっこ姉の息子がいます、うんうん、姉から聞いた話なのですが、甥っ子が参加した高校説明会で三者面談があり、はいはい、で最後に先生から何か質問はありますかと聞かれたそうなんです、うん、甥っ子が何やらブツブツ小さな声で言っていたので姉が聞き返したところ、ちょっと照れながら、僕野菜が食べられないんですが大丈夫でしょうかと、かわいい、突拍子もない質問、先生もタジタジになりながら、好き
嫌いは誰にでもありますからねと回答、うん、この高校は珍しく給食制度の学校で、うん、勉強のことよりも食べ物を心配するのかと恥ずかしくなったと姉から聞かされました、うん、私や私の両親もその話を聞いて大爆笑でした。食いしん坊な甥っ子らしいエピソードでした。わら、かわいすぎんか。すごい変な。もうなんかそのままでいてほしい。なんかピュアというかまっすぐだよね、うん、このまま大人になってほしいよ。すごいよ高一でこれは、うん、食いしん坊なんだ。めちゃくちゃ可愛い。可愛い。あー、なんか心が現れるな。現れるね。最高だね、うん、先生もほっこりしたよきっとこれは。うん、そうだね。メモに書いたろうな。うん、野菜が食べられない。食べられない。可愛い。 でも確かに珍しいね、給食制度の学校ってね。なんか高校は確かに珍しいかもね、うん、ね。私の高校は購買でパンとかあったけど、うんうん、お弁当だったりもしたかな、うん、自分で持ってきたりとか。一緒一緒だよね。でもね、多分それが多いですよね、うん、うわー素敵素敵。すくすく大きくなるんですよ。いい高校生ライフを送るんだぞ。本当だぞ、うん。じゃあ続いて、はい、ラジオネーム猫にゃーさんからいただきました。ありがとうございます。にゃー、私の祖母はキャラモノの靴下を履いたり、うん、アニメ映画を必ず録画したりなど、少し若い部分があって面白いのですが、うん、そんな祖母の間違いが特に面白いので紹介します。ほうほう。ある日私がテレビを見ていると、うん、あんた大きくなっても鬼ごっこしたの？と言われ、うん、確認したらダメージジーンズのことを言っていました。鬼ごっこ、はい、おばあちゃん、これ元々のデザインだよ。そうだよ。またとある日には、うん、迷彩柄を汚れと勘違いするなど、少し疎い部分があるところが面白いんです。迷彩服を汚れと勘違いされましたが、うん、今私は全身迷彩をまとい、うん、遠く離れた北海道で戦車に乗っていますとのことで。うおー、もうお仕事になさってる。すごいじゃないか。すごいね。あらあらあら、かっこいいわ。いやでもこれあるあるだと思いますよ。いや、この話見ると結構何度かしたことがあって、うちら結構履くじゃん、ダメージジーンズ。そうそう、うんね。結構言われるよね。言われる。なんかいじりでね、うん、なんか転んだの？そう。あのちょうどなんかこの間別の現場でね、うん、ね、会った時に、うん、私がなんかもうすごい、もうなんかクラッシュデニムっていうジャンルらしいんだけど、あれ、あれそういうんだ。そう、もうすごいやつなんだよね。すごいやつ。あの想像以上にダメージなジーンズ、あ、そうそうそう、を履いていったら、履いてた、可愛かった。すごいその比較書で事故にでもあったのかと、うん、いじられるんだよね。そう、いじられて、うん、私これ可愛いと思って履いてきたんだけどな、うん、みたいな。そう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 、あるあるだよね。あるある、面白いよね、うん、ある程度の年代の方によく言われる。言われるし、そうそう、たまになんか実家とか帰って、うん、その格好でおばあちゃん家とかに行くと、お仕事ないんか、おばあちゃん、やっぱおばあちゃんなんだ。そうだよね、心配してくれるんだね。縫ってあげようか、縫ってあげようか、うん、大丈夫だよ、あるあるだね、こういうデザインだ、こういうデザインだよ。あ、これはほっこりするし、最終的にね、こう今は北海道の方で実際に迷彩を着ている、ね、すごいっていうのもなんかすごいね。めちゃめちゃかっこいい。かっこいいです。うん、ぜひぜひ励んでくださいまし、頑張ってください、応援しております。うん、さあというわけでご紹介いたしましたが、引き続きという次第でございまして、私の家族を紹介させていただいてもよろしいでしょうか。では、うん、皆さんの愛すべき家族の面白いエピソードをお待ちしています。うん、どしどし送ってきてくださいね。君のことが大大大大大好きな100人の彼女、百科のラジオ。うわー、急にゾンビの格好で現れるんじゃないわよ。びっくりしたわね。そのミッションはインポッシブルだ。ここからはそのミッションはインポッシブルだ、うん、はい、インポッシブルだとついつい叫びたくなってしまうような無理難題を押し付けられたことや無茶ぶりされた経験談を募集し、やり場のなかった怒りをぶつけ合おうというコーナーです。いや、これすっごい久しぶりなの、うん、このコーナーすごい、おそらくね、うん、うん、いつぶりか思い出せないぐらい、はい、すごい楽しみにしてました。です、久しぶりにレンタル召喚マシンが出てきました、スタジオに。そうだよ、懐かしい。このボタンいっぱい押していこうな。押していこうね、うん、じゃあ行くぞ。はい、1人目はラジオネーム
ぽよーさんからいただきました。ぽよーぽよー、ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。僕がインポッシブルだと思ったのは親のとある話です、うん、先日家にいたら突然こんなことを言われました。学校終わったら10時まで塾行って帰ってきた後も飯と風呂の時間以外勉強しなさいと。受験生だから勉強はしなきゃとは言ってもこれはさすがにやりすぎだろうと思わず叫びそうになりましたといただきました。はい、これ悩むな。参ります。はい。 This is impossible。 悩ましいな。ちょっとだってマイクも吹き気味だったよ今。レンタロウ、ねねねね、今もう一回押そうか。いくよ。 This is impossible。 吹いてる吹いてる吹いてる、ポンポンって空気が当たってる。インポッシブルすぎてね。すぎてね、うんうん、いや受験ね、なんか親の気持ち想像はできるじゃん。いやなんかね気持ちはわかるよ、うんうん、でも、ね、学校終わってから10時まで塾っていうのもね。10時まで、だって夕方に学校終わるでしょ。え、すごいわ。やば、えぐいわ。大変だ。 4,5 時間ぐらい受験生って。ご飯と風呂以外も勉強。自分が受験生の時こんなにやってなかった、うん、みゆそうなの。うん、どんぐらい。なんかほどほどに、ほどほど、うん、ほどほ、そうだよね、人にもよるよね、うん、なんかそもそもほどほどで全然十分な人もいれば、うんうん、ほどほどが心地いい人もいるし、うん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 、やってた。もうめちゃめちゃ勉強した。いや、ね、私は受験、まあ、高校受験は頑張ってみたけど、うん、その後の大学受験とかになるとギリギリまで進路を悩んでいたのね。なんか演劇とかの学校に行きたいけど、はいはいはい、でもあの地元で大学に一旦行ってほしいって言われたりもして、うんうん、で結局10月ぐらいに、うん、分かった、じゃあ大学受けるよって言って、うん、急いで勉強して、うん、なんとか受かった。いやでも10月からってすごいね。うん、10月から強化をすっごい絞るタイプの受験方法も、うんうんうん、今とはちょっと違うよね、はいはいはい、多分して、あとはちょっとあの阿弥陀くじとかをやりながら、ん、鉛筆転がして、うんうん、この面だったらあのマークシートを、ね、はい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 、1にしようとか、はいはいはい、はい、そんな感じです。本当にやるんや。うん、やったやった。鉛筆コロコロ。はい、みんなはしっかり頑張ってください。頑張ってね。今ちょうど受験生の人だってね、大変な時期だと思いますから。応援してます。頑張って、悔いのないようにしてください。たまには息抜きしてもいいんだからな。そうだよ。うん、じゃあ続いてお願いします。ラジオネーム青い猫さんからいただきました。にゃーんにゃーん、今日猫が多いです ね、 ねえ。富田さん、本土さん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。いつもとっても楽しく聞かせてもらってます。僕は幼い頃から剣道を習っており、いい、ね、それなりに戦績も残していました、うん、いいですね、うん、そんなある日、とある稽古会で、うん、八段取得のおじいさん、かっこ剣道を極めし伝説の剣士と稽古をつけてもらえる機会がありました。かっこが気になる。僕は噂にはその強さを聞いていたけど、うん、目の当たりにしたことがなく、うん、無謀にも自稽古、かっこ試合形式の稽古をお願いしてしまいました。へえ。剣を構えて伝説の剣士はわしから一本取るまで終わらんと言い放ち、アニメ強そう、僕が打つ技を全て防ぐか返り打ち返し、全く隙、過去打てるタイミングを作ってくれませんでした。すごい。30分経過しても相変わらず無双する剣士はようやく温情の一本をくれて、まだ修行が足らんとアドバイスをくれてミッションは終了しました。こんなに強い人がいるのかと痛感した経験でした。え、剣道ってさ30分もやることあるのかしら、うん、いや長くない？これすごい、本当アニメみたいだね。ま、でもさすがになんか何本取ったら勝ちとかですね、きっと。いやえ、すごい。これはあ、そうだそうだ、安定しちゃってくださいよ、ね、激しくインポッシブルだ。いやなんかあの、はい、自分も空手をやっていたからわかるんですけど、そうだよね、あの稽古とか、うんうん、試合独特のあの緊迫感があるんですよ、うん、なんか畳の上とかで大人たちがこう四方でみんなこうやって見てて、あ、なんか見てるイメージあるよ。そうそうそう。だからなんかその、うん、めちゃめちゃ体力と集中使うから、うん、それを30分やってたことがまずすごいよ。やっぱすごいんだから、ね、すごい。あと八段、八段、これはもう考えもつかないんですけど、うんうん、私あの空手初段なんですよ。初段ってえぐいっすよね。まあ9があって、うんうん、何級何級って、何級何級って、でその9を卒業すると段に行くんだけど、うん、私は一番最初の初段なの、うんうん、だからあの四天王で言うと弱い。
四天王で言うと弱いけど、四天王ではあるんだ。四天王ではあるけど、すごいすごい、四天王としては弱くて、八番は多分最強だね。あ、その四天王で言うと多分すごい上の方だと思うから。そんなすごいんだ、えぐい。だから文字通り伝説の剣士なのかもしれない。これ気になる。強すぎ。うわー、すごいね。でも貴重な試合ねだったのかね。なかなかだってこんなすごい人とね、うん、やる機会ないでしょうし、来なさそうなイメージです。うん、でも私はイメージで語っちゃいますけど。いやでもマジなんか漫画の世界だね。ね、わしから一本取るまで終わらん。うん、なんか読んだことある気がするよこういうの。仙人みたいな。なんかさ、空手とか剣道とかさ、うん、なんかそういうこう日本ならではな感じの、うん、あのかっこいい、うん、力、うん、と正義、うん、大好き。いや部はいいですよ、憧れる。すごい素敵。でもいい、ね、いいね。わあ、応援しておりますよ。頑張れ。じゃあ続きまして、はいはい、ラジオネーム日課茶漬けさんからいただきました。ありがとうございます。学校にゴキブリが出て友達に手で掴んで飛ばしてくれと言われたことをいただきました。こちらは激しくインポッシブルだ。そうだよね、これは激しいっすよ。いやー、うん、ダメだよ。手は触れないかも。なかなかいないよ、うん、ゴキブリを手で。いない。いやいるかもしれないですけどね。まあね、見たことないわ。見たことない、手で掴んでる人は。キャー。なんかよくさ、うん、なんかその退治し慣れてる人はさ、うん、なんか髪丸めてスパーンみたいなのよくなんかね、聞くけど。聞くよね、うん、見たこともないけど、これはインポッシブルだよ。私ゴキじゃないんだけど、あの虫つながりで。いいよ。あの小学校の時に、うん、隣の席だった男の子が、うん、結構わんぱくな感じだったの、うん、で、ある日教室に結構デカめの蜂が、うん、出たのね、うん、教室に。でこれ嘘みたいな本当の話なんだけど、うん、そう、蜂がこれ下に止まったの。床に一回着地したの、うん、デカめの蜂。そう、でその隙を見計らってその男の子がすぐ飛ぶかもしれないのに、すごいなと思うんだけど、椅子の足で潰したのね。いやで、サクって言ったの。いやだからその時、あ、蜂って潰すとサクって言うんだっていう。やだ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 わぁ、それも退治よね。そうだよね、安全のためだもんな、うん、でもなんかヒーローになったよね、その子は、クラスの。あー、そうなんだ、うん、みんながキャーっていう中潰してみせたわけですから。そうだよね、みんなからしたらね、うん、怖いもん、危ないもんね。危ないですから。私もさ、うん、いい？うん、いいよ。膨らむね、虫で。私も、あれは小学校か中学生の頃だったんですけど、小学生かな、うん、教室にデカめの蜂が飛んできて。あれ？同じクラスだった？学年も違うけど、うん、蜂が飛んできて、みんながキャーってなって、うん、そこまで一緒だよ、だってなったんだけど、うん、なんかあの、なんか強がりとかでもなくて、純粋に動かない方が安全だと思って、うんうん、まあそうだね。だし、なんかまあ言うて教室広いしと思って、うん、私ずっと座ってたの、うん、じゃあなんかそこから私は変な目で見られ始めました。あいつなんで逃げないの。なんか私以外が、なんか私アイランドみたいになって、うんうん、カエデ島みたいな、はいはいはい、みんながなんかうわーってなって、私もなんか私真ん中の方の席で、うん、なんか私だけ、うん、みんなそんな逃げた方が危ないって。まあまあ言うて冷静すぎ。だからそのまあ隣の席のわんぱくボーイとはなんだかちょっと違う方向だけど、そうだね、なんかちょっと気が合いそうな気がしました、うん、はい、教室ってね、蜂飛んでくるからね。まあ虫さんはね、虫さんはね、気をつけてくださいね、みんなね、虫にはね。はい。広かった、続いて、はい、なんかまたこれちょっと近しいんだけど、近しい、ラジオネーム、うん、漫画買いすぎて金欠気味の月光さんからです。お、ありがとうございます。本田さん、富田さん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しく見させて聞かせてもらってます。ありがとう。私はクラスで孤立してて友達がいなかったのですが、うんうん、唯一仲の良かったクラスの女の子に、うん、ヤモリを捕まえてきてと言われたことがあります。ヤモリ、うーんと曖昧な返事をしたら、明日持ってきてね明日と言われてしまいました。ヤモリ、結局持っていかなかったのですが、うん、私の親友もその子にヤモリを持ってきてって言われたと言っていました。何なのそれ。ヤモリを一日で捕まえて持ってくるなんて無理やろと思ったのを今でも覚えています。はい、これはですね、これ何なの、これどれなんだろう、判定はいかに。 This is impossible。 流暢だった。だから絶妙なラインですよね、これね。これ何だろうね、その
の女の子はヤモリを、あ、なんだっけこれ、かぐや姫じゃない？ん？あー！ヤモリを、ヤモリが欲しいのじゃ。あの、絶対に持ってこれないやつをこう要求するやつね。そうで、明日本当にヤモリ取ってきてくれた男の子のことを認めるみたいな、うん、ヤモリが欲しいのじゃ。だから何人かに言ってたんだ。そうそうそう、かぐや姫だよ。かぐや姫です。絶対かぐやだよ。そうじゃん、すごいよ、面白。うわー、気づいちゃった、気づいちゃった、ちょっとひらめいちゃったかも、ひらめいちゃったね。うちら、いるんだかぐや姫。学校にいたんだ。なかなかすばしっこいですからね、ヤモリ。ヤモリ、うん、ヤモリね、うん、いや触れたこともないや、早すぎてね。なんかよくさ、うん、田舎行くとさ、うん、なんか窓とかにさ、はっついてたりとかしてるけど、ね、ね、うん、ヤモリとイモリっているよね。え、何が違うの？なんかさ、素材っていうか、あの、なんか、あの、あれ？大福みたいな、お腹の色？あれ、尻尾が切れるのはトカゲだ。え、どっちがなんだ？なんかどっちかがすごいトカゲ感強くて、うん、どっちかが雪見大福みたいな。え、そんな美味しそうな感じなの？なんか、もひもひやなんか雰囲気？違う？ちょっと、誰かお願いします。ヤモリ、どっちがなんだっけ？トカゲ、ヤモリは嫌だから家か。爬虫類と両生類の違いがあるみたいですよ。あ、ちなみに活動時間帯も違うので、何やって、夜に見かけたらヤモリ。あ、じゃあ夜捕まえないと。昼間に見かければトカゲ。あれ、今私これトカゲ調べてる。ヤモリと何の話してたっけ。あれ、イモリだって。ちょっと待って、なんか違う、全然違うことになってたわ。ふう、ちょっと分かんなくなっちゃった。まあ、可愛いよね。ねえ、いい話でしたね。じゃあ次行きましょうか。みんなありがとうございます。続いてはラジオネーム、ひめくりスレンダーさんからです。ありがとうございます。高校生の頃、当時付き合っていた彼女との思い出です、うん、僕はバスケ部に入っており、その日は練習試合で県外に遠征していました。はい。遠征先へ向かっている電車の最中、彼女から今から会えると LINE が来たので、うん、正直に遠征中である旨を伝えると、今高校の体育館にいるけど練習ないの？嫌いになってから嘘ついてるの？と詰められた挙句、うん、今すぐ会いに来ないと別れると無理難題を押し付けられてしまいました、はあ、言い訳も虚しく、その後彼女には振られてしまったのですが、もっと話を聞いてくれてもよかったと思いませんかね。はぁ、あ、なるほど。これ一番強いのってどれなんだ、どれだろうね。ちょっとこれにしてみよう。参ります。インポッシブルだ。これだこれだ。これだ、これ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 、これが一番強いのか。えぐい、えぐいな。これはまあ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 、高校生、うん、若いね。若いよ。まあそうだな、多分想像ですけど、うん、ちょっとね、多分お互いこの彼女とは頭の、うん、似てないと思うんですけど。すごい言葉選んでんじゃん。似てないと思うんですけど、おそらくね、この感じって。そうだね。多分彼女は本当に別れたいわけじゃないと思うんですよ。かまってほしい、うん、答えてほしい、うん、ちょっとダメなの。だと思うんですよね、はいはいはい。まあでもさ、自分も高校生なわけじゃない、うん、そんなこういう風に冷静に考えられないよね。いや、そうだよ、うん、だからなんか行くって言ってほしかったんじゃない。なんかいけないんですけどね、うん、だから、ね、その大人になった今、このね、彼女さんだった人も気づいてるよ、ね、あの頃の自分若かったんだなって、なんか幼かったんだなって、うん、そうだね、うん、人ってそうやって成長するから。でもそうだと思うよ、悔いてると思うよ、うん、それをバネにお互い今があるのかもしれません。そうだよ、お互い若かったね。そうだね、インポッシブルだね、うん、これは、うん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 。さあ次。ラジオネーム、なかなかさんからです。ありがとうございます。高校1年生の時に最初のオリエンテーションで、うん、書いたお題は何だろうなをしました。はい。このゲームはグループに分かれた後、はいはい、進行役からお題をもらってホワイトボードに書くというものでした。うん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 。みんなドラえもんやキティちゃんなど比較的書きやすいものだったのに、うん、なぜか私の番はお題が校長先生でした。え、なんで？
校長先生なんて入学式ぐらいでしか見たことないのにインポッシブルだとつい叫びたくなってしまいました。そうだね。適当にハゲ頭を描きましたが、実際の校長先生はハゲておらず、めちゃくちゃ空気が凍りつきました。あっちゃ、お題を校長先生にした田中、田中許さない。田中、その田中へ、田中へ送るインポッシブルは、インポッシブルだ。このくらいかな。そうだね、うん、いやオリエンテーションってさ、こっから友達がどんどん増えるじゃん。いやそうよ、ちょっとこれはきついよね。気まずかったかもしんない。気まずいと思う、うん、いやーいやでもわかんないよ高一の最初のオリエンテーションでしょ、うん、わかんないわかんない。いやでも面白いって思われたと思うよ。こいつ最高って、ね、こいつハゲ描いたぞって思うと思うな、うん、しんどいけどねわーなんででしょう田中、うん、田中、これはインポッシブルだよ。どうして校長にしちゃったんだよ誰かを試したんだな田中、うん、許してあげてほしい。いいな、みんな高校生でこんなに思い出あるんだね。なんか楽しそう。みんなミウってさ、前も話したかもだけど、うん、高校生でも仕事してたよね、うん、確かしてたね。だから思い出もあるだろうけど、仕事の思い出も同じぐらい、それ以上、同じくらいかも。比重的にはそうだよね、うん、でお便りが読めるとき嬉しい。私はそう、疑似青春してるうちら、そうなの、本当にありがとうございます。ありがとう。というわけで引き続き、そのミッションはインポッシブルだ。では皆さんの無理難題を押し付けられたことや無茶振りされた経験談をお待ちしています、うん、どしどし送ってきてください。君のことが大大大大大好きな100人の彼女、百科のラジオ。アニメ第2期の放送が楽しみですね。皆さんの気持ちの高まりを百科のラジオ宛てに送ってくださいね。君のことが大大大大大好きな100人の彼女、百科のラジオ。ちょっとアニメの2期もあるんだから、もっと気合い入れてメッセージを送ってきなさい。花園はかり役の本土楓と、インダカラネ役の富田美優でお送りしてきました。はあ、盛り上がりましたが、あっという間にエンディングだよ。盛り上がっちゃった今日。盛り上がった、私上着脱いじゃったそう、途中から熱くなって、ね、あまりにも熱くて楽しくていや、うん、虫でこんなに話広がると思わんかった今日。蜂ってね、物語作るね、うん、作るね、うん一回は学校に訪れるからね。そうだよ、そういうエピソード、イベント起こるから。そうそう、うん、みんなも気をつけてね。気をつけてね。はい、といった感じの今回といった感じのでございましたけれども、番組では3つのコーナーへのメッセージも大大大大大募集しています、うん、1つ目はという次第でございまして、私の家族を紹介させていただいてもよろしいでしょうか。皆さんの愛すべき家族の面白いエピソードを送ってきてください。2つ目はそのミッションはインポッシブルだ、皆さんの無理難題を押し付けられたことや無茶振りされた経験談を教えてください。3つ目は心の傷は勲章だ、集え恋愛勇者たち。皆さんの今だから笑える失恋エピソードや恋愛ベタな自分の逆武勇伝を聞かせてください。はい、番組の感想や私たちへの質問など普通とも大大大大大募集中です。メッセージは応募フォームから、もしくはメールアドレス radio_100ka@radio.jp、 radio_100ka@radio.jp 宛てに、ラジオネーム、コーナー名とともにお送りください。X はハッシュタグラジオ100カノをつけて投稿してください。はい、そして番組からもお知らせございます、うん、なんとキャストトーク付き2大イベント、うん、第2期先行上映会と第1期一挙上映会の開催が決定しております。おー、第1弾のテレビアニメ君のことが大大大大大好きな100人の彼女、第1期一挙上映マラソン大会、百科のはスポーツですからねは、うん、11月24日日曜日に秋葉原 UDX シアター
にて開催予定です、うん、第1期全12話一挙上映の合間には薬膳薬役の浅井彩香さんと花園はり役の上坂すみれさんが出演するトークショーも開催されます、うん、イベントを無事完走したファンの皆さんにはこのイベントでしか手に入らない特製完走賞を終了時にプレゼントします、うん、そして続いて第2弾のテレビアニメ君のことが大大大大大好きな100人の彼女第2期先行上映会は12月15日日曜日に新宿ピカデリーにて開催予定です、うん、第2期の第1話第2話の世界最速上映に加え愛情蓮太郎役の加藤渉さん吉本静香役の長縄マリアさん、うん、原賀くるみ役の新藤天音さんが出演するトークショーも開催、うん、どちらのイベントもチケット先行抽選受付中ですのでぜひ合わせてご参加ください、うん、第1期一挙上映会は11月4日月曜日、うん、第2期先行上映会は11月18日月曜日まで受付中です。よろしくお願いします。お願いします、うん、盛りだくさん盛り盛り。そして続きましてのお知らせです、はいはい、テレビアニメ百花の初となりますコラボカフェの開催が決定いたしました。そっか初かなんかやった気がする。やってる気でいた。初めてだったんだ。おめでたい。開催期間は11月13日水曜日から27日水曜日まで、うん、開催店舗はアモカフェ池袋店と推しカフェ難波丸井店の2店舗を予定しています。はい、作品の世界観やキャラクターをイメージしたコラボメニューがお楽しみいただけるほか第1期に登場した彼女たちの書き下ろしイラストを使用したグッズも豊富に取り揃えています。ぜひぜひ遊びに来てください。詳しくは百花の公式サイト公式 X をご確認ください。ちなみにこちらのイラストが書き下ろしイラストなんですけども、はかりからね静かなの薬はハリのイラストです。なんか和だね。そう和風メイドみたいな。そうそうすごい可愛い。カラネちゃんどうしたのかと思ったらほうき持ってんのか。あ、ほんとだ。あーかわいい。なんか言ってるね、指さして。言ってるね。なんか言ってるよ。いいいいいいね。みんななんかちょっと下駄っぽいの履いてたりする子もいれば。ほんとだ、ブーツっぽい子もいるね。コラボメニュー早く見たい。うわ、確かにこの手に持ってるものはあるのでしょうか。あるのでしょうか。素敵。めちゃくちゃ。でもグッズも楽しみだね。イラストめっちゃ可愛いから。うわ、皆さんぜひぜひ遊びに行ってくださいね。こりゃ可愛い。そして感想もお待ちしておりますよ、うん、そしてそしてテレビアニメ第1期が現在東京 MX BS11 にて再放送中です、うん、見逃してしまった方ももう一度見たい方もぜひ第2期放送を前にお楽しみくださいね、うん、次回第4話は10月27日日曜日に放送予定です。そしてそしてアニメ百花ののブルーレイが好評発売中です。収納ケースとインナーデジジャケットはキャラクターデザイン矢野茜さんによる書き下ろしでございます、封入特典の音声ドラマ CD は今回のブルーレイのために取り下ろしたオリジナルストーリーで1巻ははかりとレンタロウ2巻はカラネとレンタロウと各巻ヒロインとレンタロウの2人きりのストーリーになっております。こちらもぜひチェックしてください、うん、そして次回の百花のラジオは11月29日金曜日正午に配信予定となります。年末や。いや本当だ。もうクリスマス近くなってくるよ。シャン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 。百花の一期最終回から1年経とうとしてんの。ええクリスマスだったよね。ちょっと待ってくださいよ。やばすぎ。早すぎ。やばいじゃないですか。2期も結構目の前に来てるんですか。目の前ですか。上映会の告知したからね。ひょっとして、うん、ひょっとしてだよ。すごいじゃないですか。あらあらあら。皆さん次回も聞いてくださいね、うん、お願いします。ではでは番組最後はこちらお別れ ASMR。 やったろうやないかい。やったろう。やったろう。やったろう。カレットロみたいな。ちょっとやったろうやないかい。あの今日ちょっと遅めの時間に収録してるから我々のテンションがちょっとごめんなさい。私がおかしいんだと思います。なんか今日テンション高くて、うん、すいません、はい、いいことだよ。いいよね、うん、はい。じゃあこれからも夜に撮りましょう。遅めにしましょう。遅めにしよっか、はい、私がはいかもです。さあ、はい、今回のお別れ ASMR のお題は、はい、ラジオネームひのふのみーさんからいただきました。ひのふのみー、ありがとうございます、はい、よ、文化祭が終わって達成感に満たされて眠る夜に一言。あ、時期的にはタイムリーですよ。そうだよね。文化祭みんな楽しんでます。いいね、青春だよ青春。いやでもこれね、眠る時に言うんですから。なんでしょうね。夜だよ夜。楽しかった、こう
高揚感そのままに何を言うんでしょうか。何を言うんでしょうか。ではダミーヘッドマイクでやってみましょう。うん。できないよ。なんて言ったの今。え、聞き取れなかった。ちょっと私には。じゃ普通にやるね。私普通に可愛くやるよ。私は。なんだよ。え？夜だからだよ。もうこの時間帯が悪いね。私ダメかも。行きます。今日は一緒に回れて楽しかったね。来年も一緒に回ろうね。一緒にする。ちょっと待って。学生ありえるよね。漫画でさ、うん、あのクラスメートが、うん、なんだあのしばらく家に居候することになってみたいな世界線。いいよ。だって夜だからさ、うん、そうなるよね。確かに誰かに言いたいよね、うん、私誰かに言えない結果寝言になっちゃった、ね、あれ寝言なんですわ。そういうことか。え、なんて言ってたの。なんだっけ。楽しかったな。文化祭できないよ。あのもう食べられないよみたいな。はい。はい。すみませんでした。はい。そうですか。はい。おかしいな。いやでもね、平和で。そうだね。いいよね。うん、皆さんの文化祭終わりの寝る直前はなんていう一言ですか。でもなんか恋人同士で文化祭回ることかさ、なんか電話とかしちゃうんじゃないの。やましすぎる。そういうことね、うん、最高だねっていう。落ちするまで電話、うん、今日楽しかった。やるんじゃない。めっちゃいい、うん、すごい羨ましい。うなり声が聞こえましたけど今。羨ましい。いいな、うん、はい、といった感じでございました。はい、楽しかったです。楽しかったね。はい、お別れ ASMR ではお題を引き続き募集してますよ。はい、まあ、例えば、時期で言いますとね、次が11月29日なので、彼が欲しいクリスマスプレゼントをさりげなく探る聞き方。そうね、1ヶ月前ですから。本当だよ。とか、なかなか終わらない長電話を平和に終わらせるための一言。これ誰かの悩みかな。なんか空気読み始まったけど。大丈夫そう。とか、本当なんでも OK です。ぜひ私たちにダミーヘッドマイクで言ってほしいお題を送ってきてくださいね。はい、お待ちしてます。はい、ではラストはアニメ百花の第1期エンディングテーマ、三崎奈子さんのスイートサインを聞きながらお別れです。うん、百花のラジオ、ここまでのお相手は花園はかり役の本土楓とインダカラニ役の富田美優でした。バイバーイ。予測できない、信じられない、かけ違いの飲み込む